回は簡単にできる時間とタケノコの栽培の使い方を紹介します。タケノコが入ることで食感も良く食べ応え抜群の生姜焼きを楽しみます。それでは作っていきましょう。材料は豚バラ肉切り落とし 200g、 タケノコみじんカット 20g、 ネギ大さじ1、おろし生姜大さじ1です。豚肉に軽く塩コショウをして下味をつけておきます。あと用意したおろし生姜半量を肉全体に少しずつ塗っていきます。ラップをして冷蔵庫で10分くらい寝かせます。タレはおろし生姜大さじ1/2とみりん大さじ2、醤油大さじ2を入れ合わせておきます。鍋に肉を薄く広げ乗せてから火をつけていきます。その上にタケノコを乗せて肉を焼いていきます。火力は中火にして焼いていきます。火が弱すぎると肉から水分が出てしまうので注意します。生姜焼きなので炒めたりせずに肉をそのまま触らないようにして焼いていきます。肉が均等に伝わるように鍋を傾けながら焼いていくといいです。赤いところが見えなくなり焼き色がつくまで焼いていきます。肉の見える面が白くなってきて焼き目に色がついてきたのを確認します。このくらいこんがりとした色になっていたら OK です。そうしたら全体を裏返します。タケノコにも焼き目をつけていきます。肉を焼きすぎると硬くなるのでタケノコの上に乗せて焼きます。タケノコにも焼き目がついているからタレを入れ絡めていきます。肉とタケノコにタレを含ませるように軽く炒めれば完成です。さらに盛り付けます。彩りにネギを散らせれば出来上がります。これで豚肉とタケノコの生姜焼きの完成です。豚肉の旨味と脂が絡むことでタケノコがものすごく美味しくなっています。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。
リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。